人の子どもが放射能の被爆を受けています。そしてその結果というのはガリーにもう一度感謝を申し上げたいと思います。私は皆様をその一貫性を尊敬しております。200メートルここから離れたところから4年間ほど、ピケットを張っているわけです。で、我々もフランス、それからベラルーシの教会を友人として支えてくださいました。でそれでは私の発表を始めたいと思います。プレゼンテーションの名前は、地域に根ざした住民の放射線防護のコンセプトということです。これは私は20年ほどやってきました。こちらの方の概略をご紹介したいと思います。もうこのチェルノブイリの結果というものは、そして欧州の影響というものはもうすでに話された通りです。ベラルーシでもデータがあります。でその各種の数がどのぐらいあるのかと、1000万人の人が我々の国に住んでおりますが、その中で200万人が今現在実際汚染、チェルノブリの各種に汚染されているところに住んでいるところです。で特にセシウムで汚染がされています。これがベラルーシの地図でございます。で、これを見れば一目瞭然なんですけれども、大半は白となっています。ということは汚染がないということは各種がないという放射性各種がないということではありませんけれども、そこでの放射能の活動が1キロメートルあたり100キュリということ1キュリということで、ですから白はそのような低い位置がになっているわけです。 1キロメートル平方あたり1キュリということになっているわけです。ゴメル、マギロフ、その他。それでは我々の仕事に関して説明をします。我々の研究所というものは1990年に私の父が設立しました。バッシリ・イシレンコという教授で、ありました。彼は1996年の前にもうすでに活発に活動をしていました。物理学者として、原子物理学で活動していました。そして移動性の原子力発電を開発しようとしたんですけども、1996年に子どもの避難を見てから彼は大きく変わりました。1996年の5月にそのような様子を見ることによって、彼の子どもの頃の記憶、戦争の記憶が呼び起こされたわけです。でその後、人間はこの技術を使う準備ができていない、原子力のエネルギーというものは民生用であり軍事用であれ使う準備ができていないと言ったわけです。そして子どもたちを守ろうとしたわけです。でこのような研究所を設立した際には主なタスクとしては、これは例えば日本のことを鑑みても、一般市民の情報に対する政府の情報に対する信頼がなかったわけです。ですので我々の研究所のタスクというものは、実際に環境に対する影響というものにも正しい情報を普及させることだったわけです。で我々はチームを作りまして、それぞれの例えば自分の家の庭で起こっていることが放射能はどうなっているのかということをところから始めて、より洗練された機器を導入しました。でこれによって、例えば食べ物などから測定をすることができたわけです。で
父にとっては人々に情報を提供して、そしてまた人が来て情報を得ることができるというところを提供するのが非常に重要だったわけです。でこれ300以上のコミュニティラボが汚染地区に設置されました。これらは学校ですとか、それからそして子どもたちがこれに積極的に参加しました。彼ら自身もサンプルを取りました。でそこから知識を得ました。でこの知識を親に伝えたりしたわけです。1984年の前にこのようなセンターというものは国の政府から資金を得ていたわけです。でその時は非常に深刻なベラルーシにおける勝利だったんですけども、1986年の以降、明らかな理由から政府の資金というのが少なくなって全くなくなってしまいました。そして今サブセンターがあるんですけれども、こちらの方の今はさまざまなスポンサーシップから資金を得ています。で人々を訓練しました。でこの人たちに例えば機器などの使い方などに関する訓練をしたわけです。セシアム、ラジウムの各種ですねに関するこのようなセンターを持っています。ヒューマンスペクトロメーター、ホールボディカウントを機器、摂取を阻止すると子どものもしくは大人の体内のセシウム量を測定することができるわけです。で食料は汚染されているというのは分かっております。でこの子どもたちを避難させることはできません。で親には、たくさんのお金を与えることがありません。ですので、子どもはセシウムなどの各種をで汚染、被爆しているということが分かっています。それではどうするかということなんですけども、さまざまなことをしました。でこれを吸収するようなものを探しました。このような放射能各種を体内に吸収して出すようなものを探しました。である機器が見つかりました。これ数年間使ってきております。でこちらの方は無料で配布しております。でウクライナとそれから我々の国内で配布しております。これらすべての製品はさまざまな形があります。粉であったりタブレットだったりするわけです。そしてこの効果、この製品の使用の効果というものが見られるわけです。これはある村の数値です。マグリオフ、オベレスというところなんですけれども、この緑のところが製品が使われているところ、そして赤の線がピークのキノコの消費量がピークになったところで測った値です。ですのでこのようなことをすることによって体内の子どもの体内の各種の量を汚染地域に住んでいたとしても下げることができるわけです。我々の研究所はまたフランスのパートナーと密接に協力して子どもたちの健康をベラルーシ国内それから国外で改善することを尽力しております。で特に夏場、クリーンな食べ物をできるだけ長い期間食べてで、ることによって体内から 60-70% の各種を排出することができるわけです。で、次のアプローチを我々は勧告します。市民を守るためには次のことが進められます。まず人々は情報を持たなければなりません。放射性各種というものが体内にあるということを知らなければなりません。そして人々に機会を与えるということが必要です。でこのような情報を持って自分たちで結論を出す。でこちらの放射性各種というのは
貧困層の子どもですね、例えばアルコール中毒の親を持っていたり、一人親だったりする子どもが、それだけ森で時間を過ごしてですね、木の実ですとかキノコを食べたりしますので、それによって、より悪影響を受けているわけです。同じ村の中でもそれだけ大きな差が見られています。で、チェルノブイリ問題はもう、忘れようとする機運も見られます。で、25年が経ちました。我々の国は今このような放射性核種というものは大きく削減されていると言っておりますけれども、我々はキノコを見つけました。ベラルーシのあるところでキノコが見つかりました。そこでは1キロあたり15万ベクレルだったんですね。これは純粋な放射の廃棄物と全く同じぐらいの濃度なわけです。その他にも研究所は活発に情報を市民に提供しています。たくさんの情報を持っております。映画、ブックレット、それから私の同僚がフランス語の翻訳版を皆様が入手できるようにするということです。で、自分と自分の子供を放射性各種から守るにはどうしたらいいのかというようなものを刊行しているわけです。今現在フランス語になっております。で、経験、から言って、有用を、これは個人的に皆様お使いになる必要がないといいとは思っていますけれども、このようなものがあります。それから、アトラス、汚染の地図というものなんですけれども、このようなものを作っております。これはさまざまな放射性核種の量を、子どもの体内の核種の量を地図にしたものです。20万ほどの測定を行いました。で、このような長い期間このような測定を行わなければ状況を改善することができないわけです。介入しなければですね、介入なしでは状況の改善をすることができないわけです。友人の皆様、私、アレクセイにとってもそうですが、このフォーラムに参加できて本当に嬉しく思っております。2009年にドイツの同僚が言いました。チェルノビルに対する関心、これがもう低下していると。そしていろいろな、そのチェルノブイリとそれからドイツの原発の捕獲企画、英国等と比較することがなかなか難しくなってきたというようなことを聞きました。しかし25年経って今度は福島が起きました。そして大きな影響を及ぼしています。インパクトがありました。ですからまたチェルノブイリに目が向けられると、向けやすくなったというふうに思います。そしてこの両方の事故、大惨事、これがまたその地球上の原発に対して、大きなクエスチョンマークを投げかけています。25年、これは、私たちに結論を出すことを可能にする歳月です。この間何をしてきたのか、このような惨劇があり、そしてその結果、それを最小限に抑えるにはどうしたらいいのか。しかし残念ながらその結論というのはがっかりさせられるものであります。というのも、チェルノビールの、非常に深刻な結果というのがありました。ソ連というのは、非常に、ユニークな特異な政治体制だったと、そのせいだったと。しかし今全く異なったその経済、地理状況が全く違うようなところでまた事故が起きる、全く25年前と同じミス、間違いが起きている。で、その大きな根本にあるもの、それは隠蔽です。情報がきちんと
正確に伝えられない、そして実際に起きたことを過小評価するということ、そして真実を歪曲するということなんです。でこのような場合、この2つの場合、チェルノブイリ、福島、これは結局いろんな噂が出る、そして思惑外となる、そして住民はもう基本的な情報源を信じなくなるわけです。でこれらは、人々がもし、その公式な情報源を信じないということになれば、国の情報を信じないということになれば、そうすると今度は深刻な心理的な健康を害するような問題になるわけです。チェルノブイリの基本的なその規模、これは、ベラルーシの方で6年経って初めて、その事故のあと6年経って初めて分かったんです。92年でした。でそれでもまだこの惨事の側面で、公式には秘密になっているところがあります。これ例えば原発の建設材料が何だったってことはまだ知られていません。でこうした隠蔽が行われた、そして情報の歪曲があった、で結局すごく時間が失われてしまいました。無駄になりました。この要素でありますが、タイミングよく使われておれば、その甲状腺のがんというものも削減できたでしょう。またもう一つ、このリソースに関して、実際建築材料に、つまり非常に住宅を再建してはならないようなところに家が建てられてしまった豪年などがそうなんですけれども、避難させられた人たちがそちらに送られてしまった。しかし、そこは全くその人が住むには適した場所ではなかったわけです。そこで我々実際測定をしました。さまざまな測定をして、でそこでは1キログラムあたり1000ベカレル以上の数値が測定されたんです。また700、800というような数字も出ました。で日本で私、実はいろんな人に会いました。でいろんな見解を持っている方々、福島の問題に関していろんな意見を持っている人たちです。人によっては全く問題起きてないというふうに考えている人がいました。自らそう信じている、もう福島という問題は起きていない、もう今までと同じような生活をしていくんだと言っている人たちがいました。何も変わっていないんだと。でも人によっては本当に国家の大惨事だったというふうに考えている人もいました。でまた福島というのはもうそこを経過しなくてはいけなかった段階なんだと言っている人もいます。で、強い意志を示して、そしてこの問題を克服しなくてはならないんだというスタンスの人もいました。しかし私がいろんな人に日本で会った時に、非常に深刻に懸念をしている人たちもいて、もちろん子どもの健康を守りたいと言っている人たちもいました。これは当然のことです。で、こうした人々がもちろん幸い大半の人たちであります。でそういう人たちが過半数なのであれば、もちろん措置が取られるでしょう。そして前向きなプラスの結果が出るはずです。また関心の高まりという意味では、日本でこのチェルノブイリの事故に関しても非常に関心が高いです。日本において実は一般に普及された文献というものがなかったようです。またアクセスという意味でも、情報、例えばその放射線事故の場合何をすべきなのかという情報がなかった。でその結果、今非常に関心が高まっています。これベラルーシにおいて、自分と子供を放射能から守りなという本が実はありまして、この本は実は、その農村部、ベラルーシの農村部の人たち向けに書かれた本であり、その際に問題提起をする上で、その一般の農村部にいる人たちが本当に理解できる形で本を書かなくちゃいけないというのが一つのチャレンジでした。でリアクションとして、この本は主婦のためだということもありました。でこれは実は目的を果たしたわけです。本当に誰でもアクセスできる分かりやすい本だったわけです。
で、まあ、当初この本が出たすぐ後ですが、まあ、基本的な、すみません、本の最初のところには基本的なことが書いてあります。その自然、放射能が何だろうか、人工放射能が何だろうか、またいろんな放射能の定義が出ています。またチェルノブイリの惨事に触れている部分もあります。この事故についての記述もあります。ただ最も重要な部分、これは人々にその説明している部分です。どのようにその食品における放射能を減らすことができるのか、その水準を減らすことができるのか、体内の放射能をどういうふうに減らすことができるのか、またその危険がどのくらいなのかということも説明する必要があるわけです。つまりいろんな測定がなされて、このスペクトロメーターで、測定をする。そうするとこれをすべて説明しなくちゃいけないわけです。人体測定スペクトロメーターの測定値についての説明が必要です。で、その放射線を例えば食品を作る際に、また生産する際にどのようにそれを防いだらいいのか。で、2003年までの段階で我々確信しました。つまり人々は、要するに今まで 全く情報がなかったということが分かったんです。例えば木を切る際にその伐採して、それでも汚染された木なんです。そうするとその灰の中にたくさん放射能がたまるわけです。でこれはその薪を使って、ストーブ、つまり暖を取ったりするわけですけども、それをやってはならない。またその灰も庭に捨てちゃならないわけです。で、2003年の段階で、まあ、いろんなそれまでに経験を積んだわけです。どういうことが特に人々の関心事なのかということも分かってきたわけです。そして、まあ、汚染地でもいろいろ仕事を我々頑張ってやりました。そして人々の信頼を勝ち取ることができた。そしてこの本が出版されたんです。で、このチェルノブイリの事故の後、まあ、もちろんこの事故は起きた。そして、これからもこの事故は存在し続けるわけです。で、この本に関して、まあ、非常に、まあ、我々 その研究所のやっていることについても説明しております。で、これは実際にそのただにただの理論だけではなくて、実際にその現場に出ていって我々実践しています。セミナーをやったり、講義をやったり、会議を一緒にやったりしています。で、我々思うんですけれども、我々の研究所の仕事がもちろん万能薬ではないということも十分分かっています。もちろんいい結果を常に出す努力はしていますけれども、我々がやることが全ての問題を解決すぐできるわけではありません。特に放射線防護、そして安全性ということ、この問題に取り組む際にはもう常に、まずは食品のモニタリングが必要です。放射線のモニタリング、また人体のモニタリング、また常にその医療的なスクリーニングも必要です。いろんなそのレベルにおいて、また行政においてもいろんな努力が必要です。例えばキノコ、これは汚染地域ではもちろんキノコ狩りはしてはならない。これは重要なことです。またその生活レベル、水準も上げていかなくちゃいけないわけで、まあ、さっきのお話にもあったように、やはりその社会的レベルが低い家族であればあるほど、その汚染度が高いわけです。で、今までさまざまな作業がそのチェルノブイリ事故の後に行われてきました。で、まあ、そうしたその努力の成果がこうした人体の放射性核種のレベル、またそうした数字などにも出てきています。で、ヤブロフ氏もおっしゃっていたように、しかし本当の事実というものはこうした公式データには反映していない。で、計算のやり方によって全然違うこうした計算結果が出るんだという話がありました。またもう一つ、また違う方式を使えばまた違う結果が出る。ですから、いくら測定したとしても、それをどのように計算してその結果を解釈するかによって非常に主観的になってしまう。ですから、各種放射性各種の水準というものも実はもう事実関係として正確に把握しなくちゃいけない、歪めてはいけないわけです。放射線防護、これはやはり常にモニタリングするということがまず第一です。
で年間の線量、これは 0.1 ミリシーベルトと設定されておる、それを守らなければなりません。この放射線、まあ、最これ人口減からの最大値、これが 0.1 ミリシーベルト以下でなくてはならないと言われています。あと、まあ、労働者に関しては、ワーカー作業者に関しては、まあ、これはもうより高い数値が設定されてますけども、やはり常識を用いて、そのこれ例えばスイス、スウェーデン、英国、アイルランド、スウェーデン、フランス、インド、ベラルーシなど。